皆様、カープレジェンドチャンネルにようこそ。今回のレジェンドは、ドラフト6位ながら、北別府以来24年ぶりに、高卒1年目で、勝ち投手、ドラフト1位の川内と共に、ウッチー、ベッチーコンビで売り出そうとしたものの、相次ぐ故障で、1軍マウンドは1年目と3年目のみ、現役引退後、カープを離れるものの、2011年、トレーナーとして復帰すると、かつて自身が苦しんだ経験を生かすべく、裏方で活躍する、トマベチ哲人氏です。このチャンネルでは、カープの選手、監督、関係者などのエピソードを紹介しています。毎週、発信していきますので、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。では、生い立ちから見ていきます。トマベチ哲人氏は、1981年、昭和56年9月22日、愛知県名古屋市に生まれます。ただ、父親の仕事の都合で、幼少期には、東京都調布市に転居することになります。トマベチ氏は、鉄のように強く、男らしい人間であれと、アマチュアボクサーだった、父親の願いを込めて付けられた、鉄人という名の通り、調布シニアで野球に打ち込みます。そして、山梨学院大学附属高校に進学し、甲子園を目指すのです。山梨学院大学附属高校といえば、体育系に力を入れている学校で、野球、サッカー、駅伝などは全国優勝するレベルとなっています。このうち、野球関係では、トマベチ氏の1学年後輩に玉山健太、2学年後輩に大島隆行がおり、いずれもカープに入団することになります。トマベチ氏は予選で敗れ、甲子園出場はなりませんでしたが、1999年、ドラフト6位でカープに指名され、入団するのです。ちなみに、1位は國學院久我山高校の川内隆也、2位は日本通運の木村和義、3位は栗原健太で、上位3人ともに1軍で活躍することになります。トマベチ氏はドラフト6位ながらキャンプでブルペン捕手を買って出た辰川監督の目に留まるとオープン戦にも帯同することになります。すると巨人とのオープン戦では4番清原和博から三振を奪うほか、この年 FA 移籍した江藤に対してはビーンボールを投げるなどマウンド度胸も良く、高卒ドラ6としては異例の開幕1軍切符をつかむのでした。もっとも、当時のカープは、チーム防御率が 4.78、2桁勝利を挙げたのは、笹岡の15勝だけで、セーブを挙げた小林寛永の防御率は 5.86、沢崎利和は 6.38 と、投手陣の再建が大きな課題でした。このため、辰川監督は、トマベチ氏をドラフト1位の川内隆也と共に、ウッチー、ベッチーコンビで売り出そうとしたのです。ただ、トマベチ氏自身は話題作りの意味も大きかったと思う。同じ高卒でドラフト1位の川内との抱き合わせ。そんな評価を見返してやりたかった。そして実力で勝負したいと願っていました。こうしてトマベチ氏はチームの高卒ルーキーとしては高木信弘以来18年ぶりに開幕1軍帯同を果たすのでした。そして4月2日東京ドームで行われた巨人戦6対1とカープビハインドの5回裏、3番手としてプロ初登板を果たすと2イニング打者6人に対し3奪三振を含む無失点と完璧に抑えるのです。その後4月4日広島市民球場での横浜戦で地元初登板を飾り、4月9日同じく阪神戦では5対3とカープビハインドの8回表4番手として1イニングを無失点に抑えると、その裏打線が前田と物理のホームランなど4点を奪って逆転したためプロ初勝利を挙げるのです。高卒1年目の投手が勝ち投手になるのは1976年の北別府学以来24年ぶりの快挙で、当時は将来を大いに嘱望されることになります。ただ精密機械と呼ばれた北別府と同じようにはいきませんでした。トマベチ氏は無失点に抑える試合もありましたが、制球難で四死球も多く、4月22日、広島市民球場で行われた巨人戦では、オープン戦で強気の投球を見せた江藤に対し、プロ初のホームランを打たれるなど安定感に欠けるのです。
そして5月3日広島市民球場で行われたヤクルト戦では3対2とカープリードの6回先発した川内をリリーフしますが、佐藤慎一にホームランを打たれるなどワンアウトも取れずに逆転を許して降板し、そのまま初黒星を喫するとともに川内のプロ初勝利も消してしまうのです。それでも苫部知事は中継ぎで登板を続け、7月18日横浜スタジアムで行われた横浜戦では2番手として4イニング3分の2を投げ2勝目を挙げています。すると8月4日広島市民球場で行われた阪神戦ではプロ初先発を任されますが、味方のエラーなどもあり5回5失点で負け投手になるのです。苫部知事はその1週間後、8月11日広島市民球場で行われた巨人戦で再び先発を果たしますが、ここでも3回途中西谷松井秀喜にホームランを打たれるなど6失点の乱調で2週続けて負け投手になっています。こうして1年目は先発2試合を含む23試合に登板し2勝3敗防御率 5.09 という内容でした。なお42イニング3分の2を投げ奪三振は42とほぼ1イニングで1つの三振を奪う一方、吉四球も25個記録するなど制球力が課題となっています。そして2年目の2001年においては1軍での登板機会がなく2軍暮らしが続きます。それでも2002年においては2年ぶりに1軍に上がり、当初は先発を任されます。ただ4月24日広島市民球場で行われた阪神戦に先発しますが、味方が2点先制したにもかかわらず5回4失点と逆転を許し負け投手になります。続く4月30日東京ドームで行われた巨人戦でも前回同様、味方が小刻みに4点を奪うも5回裏6失点と一気に乱れると、イニングの終了を待たずに降板を命じられ、2試合連続で負け投手となるのです。このため5月8日広島市民球場で行われた横浜戦では中継ぎに回ると4イニングを無失点に抑え、2年ぶりに勝ち投手になっています。すると5月15日福井で行われた中日戦では再び先発のマウンドに立ちますが、3回3分の1を投げ5失点と期待に応えることができず3敗目を喫しています。その後は再び中継ぎで起用され、5月25日広島市民球場での巨人戦、9月24日同じく横浜戦で勝ち投手になっています。するとシーズン終盤の10月には三度先発で起用されます。そして10月2日広島市民球場で行われた横浜戦に先発すると9回2失点の好投で見事先発でのプロ初勝利を完投で飾るのでした。このように2002年においては先発6試合を含む21試合に登板し5勝3敗防御率 4.55 という数字を残しています。ただこの2002年が最後の一軍マウンドとなります。というのは翌年以降、右手親指、肩、肘など相次ぐ故障に泣くことになるのです。苫部知事はストレート、スライダー、フォークなどを駆使するのですが、ボールを離した後親指を強く握り込む癖がありました。このため投げ込みを重ねると親指の付け根に痛みが走り、やがて骨が変形したため2003年秋には手術を受けるほどでした。また痛みは消えても痛みの記憶が消えなかったそうで、親指を握り込む癖を直そうとすればどのようにボールを離せばいいのか投げ方がわからなくなるなど混乱していきます。このためますます制球難がひどくなると気持ちも投げやりになり、気分転換にドライブに行くと対向車が突っ込んでくれないかと考えるようになるなど心もすさむのです。その後も横手投げに挑戦するもうまくいかず、上手投げに戻すと肘を痛めるなど散々で、2006年10月1日ついに戦力外通告を受け、そのまま引退しています。結局通算7年間の現役生活で44試合に登板、7勝6敗防御率 4.76 という数字を残しています。引退後は現役時代から体のケアに興味を持っていたこともあり、2007年には広島市内の IGL 医療専門学校鍼灸学科に進学すると、2009年には鍼灸師の国家資格を取得するのです。
また、鍼灸師の資格だけではなく、自らの苦い経験を今後に生かしたいという意向もあって、パーソナルトレーナー資格の NSCA 認定パーソナルトレーナーも取得し、実践経験も積みながら2010年に卒業しています。その後、1年半の整形外科での勤務を経て、2011年10月、今度はトレーナーとしてカープに復帰するのです。こうしてトレーナーとしてカープに復帰したトマベチ氏には、選手の治療やケア以外にも、練習や試合の間、選手の動きから目を離すことなく、怪我の原因となる気の緩みを注意深く見逃さないことなどが求められます。また、かつて怪我に悩まされた自分自身やドラフト同期でもある川内投手の二の舞にならないことを教訓に、基礎ができていない新人選手などはしっかりと体作りをして実戦で鍛えるという球団方針が立てられ、それらの選手対応を行っているようです。このほか、リハビリ組の中には、球威や制球力を失ったり、自分を見失ったりする選手も少なくないことから、かつての自分の姿とダブらせ、動きを客観的に整えることは大事だけれど、それだけでは問題を解決できない。選手にとっては、感覚が重要。やろうとしてもできない。その苦しみが、僕には少しは分かってあげられるのかな。そして自身の体験から心の痛みにも寄り添い復調をサポートしています。復調がトマベチ哲人氏の半生になります。ドラフト6位ながら北別府以来24年ぶりに高卒1年目で勝ち投手、ドラフト1位の川内と共にウッチー・ベッチーコンビで売り出そうとしたものの、相次ぐ故障で1軍マウンドは1年目と3年目のみ、現役引退後カープを離れるものの、2011年、トレーナーとして復帰すると、かつて自身が苦しんだ経験を生かすべく裏方で活躍するトマベチ哲人氏。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後とも様々なカープレジェンドを紹介していきます。今まで知り得なかった選手、監督、関係者、またエピソードに興味はありませんか？毎週動画を発信していきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また感想などもお待ちしています。ではまたの動画でお会いしましょう。